撃ち、仲間を救いながら英雄たちは進み続けた。神教の世界が醸す不完全さは、もはやかぐやだけでなく、誰もが感じられるほどになっていた。目的の場所は近い、そう確信する英雄たちの前に、玉物前が差し向けた敵が立ちはだかる。この神教の世界から抜け出し、混乱に決着をつけるには、ただ眼前の敵を倒して前へと進むのみ。立花宗茂たちは目の前の戦場へと足を踏み入れる。やはりここまで来ると敵が多いな。そう簡単に返してはくれないということか。でもよかった、知ってる人はあんまり敵にいないみたい。いえ、油断は禁物でしょう。これで終わるとはとても思えません。そうだな、これまでの経緯を考えると怪しいけど、俺たちは前に進むだけです。たとえ誰と戦うことになったとしても。ああ、その通りだ、リョウト。我らで力を合わせ、この世界を抜け出そう。少しで出口があるはずだが、まずはここを突破せねばならんな。進軍し、攻撃を防ぐぞ。引くことが、そのまま負けではない。敵者撃ち取っちゃった。お見事な武勇に出たおい。Hurry!
この扉、固く閉ざされているね。あ、そうだ。ねえ、あの坂から砦の裏側に入れるよ。今だ。孤立して本陣を狙え。我らがこの道を通ると知っています。そのうちの救援に向かわねば。人間はだからこそ強い。お主の武勇にございます。ついに無限の状況まで出した。我らの力は
わせれば倒せぬ相手ではない。奴を倒しこの世界から脱出するぞ。天下無双の風がこの世界を。敵がやってくれました。バカだ。これだ。これで道は開けた。いざこの世界から抜け出さん。これがこの空間から抜け出す道ってやつか。わーい、これで帰れるんだね。私一番。あ、おい、俺たちの勝利だ。ま、素直に喜ぶ。ここはどうやら鏡の世界が抜けられたようだな。それに心境は割れて力を失った様子。もうあの世界に迷い込むことはないでしょう。よかった。ねえ、今度こそ本物の周遊様に会える？ええ、もちろんです。一旦どこかに皆を集めましょう。心境が割れたとは言っても敵は賜物前、また次の手を打ってくるかもしれませんしね。そうなる前に皆へ事情を説明しよう。一刻も早く賜物前と戦う準備をせねばな。皆さんの力を借りられるのでしたら彼女を再び封じられるかもしれません。殺生石への封印には三皇の力が必要です。復帰と除火には私から協力を頼みましょう。うん、悪い人を懲らしめなのね。それじゃ早いとこみんなを集めちゃおう。ふわーい、ふわーい、大成功だ。皆の疑心をもてあそぶ許しがたき悪行、我らの手で止めねばならん。賜物前とダッキが組んでいるならば一筋縄ではいかぬであろうな。感知に長けた敵も悪くはない。戦と博打は先が読めぬほど面白い。皆の疑心をもてあそぶ賜物前、感知